はい、続いてもう2品番同時に説明なんですけど、左側がチュールネットニットベスト、はい、向こう側がチュールニット、チューフルネットニットソーニットソーニットソーで、こちらがねニットに見えるんですけど、結構コットンが多く入っていて、まあ綿素材っていう感じで着てもらえる、まあ、ニットっぽいアイテムですね。でベストの方がリブが全部黒で統一されていて、ニット層の方が白で統一と、はい、まあ、ここは一つアクセントになるかなっていうことですね。あとなんか特徴的な部分、あとはカット層の方だと結構これもさりげなく段差が、うん、前と後ろで袖もですね、袖も段差あったりとか、でこっちのベストの方はスリットが入ってる、はい、ちょっと太めの、うん、これは結構インナーで遊べる感じですね。色物でもいいし、カット層、シャツ、いろいろ合わせていただければいいです。パンツはどんな感じがいいですか？パンツは結構選ばないかなと思います。タイトめでも。タイトめでも。太めでも。ワイドショーツ。はいはいはい。ショーツ系との相性がいいです。じゃあこれも一回、竹内君に来てもらって。はい。はい。よろしくお願いします。はい。で、ベースの方の着用がこのような感じになりますと。なんかさっきのね、ペイズリーのロンティーは全然違う雰囲気に見えますね。出方が結構面白いね、うん、これ使い勝手良さそうっすね。僕すごい好きです。まあこれも夏までもちろん、うん、いけない。丈が結構短めなんですね。そうですね。だそこもレイヤーで使ったりとかでもいいと思うんですよ。短すぎないんですけど、ここの下のリブ部分が太めに設定されてるんで、結構こうインナーと合わせると、はい、可愛いバランスが出るかな。では一周してみましょう。ちょっと眠たくなってきますね。大丈夫ですか？ね、深夜ですもんね。頑張りましょう。そうですね。ちょっと頑張りましょう。はいはいはい、続いてはこちらのチュールネットニット層の着用です。全然雰囲気が違いますね。まあ、インナーに入れてるものが違うっていうのもあるから、シャツを襟を出して、襟を出して、そうするとちょっと綺麗めになるんですもんね。このアイテムいいですね、すごく。これ身幅ってベストと一緒なんですか？若干違います。若干違う。ただそんなにベストの方が若干広め、うん、まあ、着丈短いのもあって広めに設定されるんで、違う用途で使える。ね、いいよ。あったらすごい便利な入ってますね。これも買おうベスト。ちょ一周してください。はい。